今回ご紹介するのは隠れた名門レオニダス社の手巻時計。1960から70年代に製造された、2デジクロノグラフです。本品は手巻きクロノムーブメントバルジュ23を搭載した希少なアンティークモデルです。文字盤は枯れたヴィンテージダイヤル、アラビア楔形インデックスと夜光ドルフィンハンドの組み合わせ。インダイヤルは3時1に30分積算計、9時1に永久秒針の日カウンター。雰囲気のいい時代を感じる風貌デザインです。SS ケースはラウンド型、裏蓋は防水性、気密性に優れたスクリューバックです。バンドはフランクミラー製のカラーベルトを装着しています。現行モデルにはない風格を感じる。レオニダスの名品です。レオニダス。1841年創業のレオニダス。1960年代にボイヤー社と合併したメーカーとして知られています。ボイヤー社とは合併する以前から関係が深く、ボイヤーのクロノグラフはレオニダス社が作っていたとも言われるほど、往年はクロノグラフの名門として名を馳せたブランドです。バルジュ。バルジュ社はレイモンド兄弟によって設立された、クロノグラフを得意とするエボーシュメーカーです。1914年に開発した2つ目クロノムーブCAL22 により一躍名声を高めました。他には3つ目の CAL72 トリプルカレンダーの CAL72C 月齢表示の CAL88 などが有名です。ムーブメントの刻印は R を使用しています。ダイヤル、文字盤、焼け、シミ、隅などの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックス、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風貌、特に致命的で深く大きな傷はありません。装着しての日常視認性も十分に保たれています。ベルト、社外製、使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイド中央にあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き、止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。ハック機能はありません。クロノの操作は、右上のプッシャーで、スタート、右下のプッシャーでストップ、リセットです。付属品、機械画像、交換済み風貌です。日差は24時間の実測60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 35mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 43mm、 厚さ約 12mm、 風防を含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。
また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。